1907年頃のホーソン工場の長官図。ホーソン工場は、かつてアメリカ合衆国入りのイ一シ,シセロにあった、ウェスタンエレクトリック社の大規模な工場複合体、ホーソンという名称は、立地する町の旧称による、1905年に開設され、1983年まで創業を続けていた。最盛期には4万5千人の従業員が働いており、 大量の電話関係の機器をはじめ、広く様々な家庭用電気機械器具を生産していた。この工場は、1920年代に、ここで行われた生産経営に関する研究によって、広く知られており、ホソン効果という名称もこの工場名に由来している。ホソン工場の建設は、20世紀初頭に始まり、1905年に創業が始まった。ソン工場の名称は、 もともとこの地にあった小さな町放送から名付けられたが、町はその後シセロという名で法人化された。工場は数棟の建物から構成されており、工場内で製品を移動させ、また、金傍のバーリントン農山鉄道の貨物駅へ輸送する校内鉄道の施設も設けられていた。開設から最初の10年ほどの間に、工場は大きく拡張されていった。 1925年頃のホーソン工場の空撮写真、蒸気の図とほぼ同じアングルから捉えられている。ホーソン工場は大量の電話関係の機器を生産していた。さらに、ウェスタンエレクトリックは冷蔵庫や扇風機をはじめ、幅広く様々な家庭用電気機械機具類を製造していた。最盛期には4万5千人の従業員が工場で働いていた。労働者たちは、 工場内での移動に自転車を使うのが常だった。ホーソン工場は1983年まで創業を続けたが AT&T の会社分割とベルシステムの破綻の結果、工場無閉鎖に至った。1980年代半ばにドナルド・エルシューメーカーが跡地を購入し、ショッピングセンターとして再開発した。もと工場時代に存在した塔の一つは22丁目と、 シセロアベニューの交差点に残されているアメリカ合衆国の製造業における重要性を踏まえ、ホーソン工場は有名な生産経営に関する研究の実験の場となった。ホーソン効果はこの工場の名称に由来する命名である北アメリカにおける品質管理の先駆者であったジョセフ・ M ・ジュランはホーソン工場について品質革命の苗床だったと述べた。 品質管理の専門家として名高い、ウォルター・エイ・シューハートや w、W. エドワーズ・デミングも、その経歴の中で、フォーソン工場に関わりを持った時期があった。マルクス主義の理論家であるポール・マティックは、1928年、ないし1929年から1932年まで、この工場で機械工として働いていた、63、最後まで残された、フォーソン工場の施設。 この塔は、上の長官図や空撮写真で、中央やや左側に見えているものである、シセロのコミュニティカレッジである、モートンカレッジが運営する、ホーソン工場博物館は、ホーソン工場の施設、その製品、従業員などの物語を伝える施設である。展示されている内容は、電話や通信機器、電子機器など、ウェスタンエレクトリック社の製品や、ベル研究所の発明品、 この地域の移民労働者や地域の歴史などであるウィキメディアコモンズには、ホーソには放送向上に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。